アポルはキプロスニコシアのスポーツクラブである。アポルはイギリスの植民地支配にあった1926年11月8日にサッカークラブポエルとして創設され、1928年に陸上部門を加えてアポルとなった。サッカー部門のアポル FC は2018から19シーズン終了現在においてキプロス国内リーグ28回。 キプロスカップ21回、スーパーカップ14回の優勝を誇る。サッカーの他にも、バスケットボール、バレーボール、フットサル、卓球、ボウリング、サイクリング、アーチェリー、水泳、水球部門などがあり、多くのタイトルを獲得している。2016から17シーズンは、ホームゲームの平均観客数が7126人を記録し、リーグ最多記録となった。 1948年、クラブ内で、ギリシャ内戦への政治的立場をめぐる対立が起こり、アポルを追放された、左翼主義者たちが後に、最大のライバルとなるオモニアニコシアを創設した。1963年、UEFA カップウィーナーズカップ2回戦、スポルティング CP 戦ファーストレグで1から16の、大差で敗れ、欧州カップ戦最多得失点差という不名誉な、 記録を作った。1960年代後半から1970年代前半にかけてキプロスのリーグ優勝クラブは翌シーズンのギリシャリーグへと参加していたが、アポルは1973から74シーズンに13位となり、広角を免れた最初のキプロスクラブになった。2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーグは、 予選2回戦から出場し、予選3回戦で FK パルチザン、プレイオフで FC コペンハーゲーを下して、本戦グループリーグ進出を決めた。キプロスのクラブとしては、前年度のアノルトシスファマグスタに次いで2度目の本戦進出である。予選3回戦、プレイオフともに、ファーストレグで敗戦したが、セカンドレグで逆転して、勝ち抜いた。 本戦グループリーグ開幕戦はアウェーでのアトレティコ・マドリード戦だったが、組織的な守備で完封して、勝ち点1を持ち帰った。第2節のチェルシー FC 戦は18分に、ニコラ・アネルカに先制点を許すが、後半にはいくつかのチャンスを作った。しかし、決定力を欠き、勝ち点獲得はならなかった。第節の FC ポルト戦では22分に、相手 DF のオンゴールで、 同大会クラブ初となる得点を決めたが、その後は不要意なミスから2失点し、28本のシュートを浴びせられて敗れた。第4節のポルト戦は、ボール支配率が互角と検討するも、84分に、ラダメルファルカオに、個人技から決勝点を許し、0から1で敗れた。3位での UEFA ヨーロッパリーグ出場権を、 かけた争いとなったアトレティコ・マドリードとの一戦は5分に先制したが62分にシモン・サブローザに同点ゴールを許して1から1で引き分けた。2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーグは予選2回戦からの出場だった。予選2回戦、3回戦ともに無失点で勝ち抜き、プレーオフを2試合合合計3から2で制し、本戦グループリーグに進出。 1> 第1節の FC ゼニとサンクトペテルブルク戦に2の1で勝利し、第2節の FC シャフタールドネツク戦を1から1で引き分けた。そのまま勢いに乗り、グループリーグ首位を改装。第3節、第4節では UEFA ヨーロッパリーグの前年覇者である FC ポルト相手にアウェーで1から1の引き分けに持ち込み、ホームでは2から1で勝利した。 第5節のゼニとサンクトペテルブルク戦を0-0の引き分けで終え、この時点でグループリーグ2位以内が確定。キプロスのクラブ初の UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出という快挙を成し遂げた。続く決勝トーナメントではフランスのオリンピックリオンと対戦、アウェーでは0から1で敗れたが、ホームで1から0となり、延長、PK 戦を制して、 キプロス勢として史上初のベスト8という快挙を成し遂げる。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。エンブレムは白地の縦に左上に青と右下に黄色を配し、 その間に青い文字で A パイオミクロンラムダと書かれている。その上に金色の星が2つあり、これはリーグ優勝数を示す。青はギリシアの黄色は東ローマ帝国の国旗から取られている。なお、アウェイユニフォームの赤も東ローマ帝国国旗の色が由来。デザインは基本的にクラブ創設から変わっていないが、1970年代には、 背景が暗い黄色地だった時期もある。ありがとうございます。